にちは、マッハさんです。今回の動画は先日宿泊したホテルのアパホテル&リゾート御堂筋本町駅タワーになります。こちらのホテルは2019年12月17日にオープンした割と新しいアパホテルになります。大阪メトロ本町駅の18番出口がアパホテル専用の出口になっています。本町駅は中央線、四ツ橋線、御堂筋線からアクセスでき、御堂筋線を利用すれば梅田駅から2駅ですので、大阪観光での利用に大変便利です。15分くらいかかりますが、心斎橋まで商店街をまっすぐ歩くだけ行けるのもいいですね。心斎橋から道頓堀まで目と鼻の先なので観光にはぴったりです。コロスケの影響でこれまで営業を休止しておりましたが、2020年4月1日から営業を再開、期間限定で500円のクーポン券が配られていたので、せっかくの機会なので今回はこちらのホテルに宿泊しようかと。マッハさんはアパホテルをよく利用するのですが、アパホテルは YouTube の投稿であまり取り上げることはありません。アパホテルは店舗ごとの特徴がそれほどなく、ネタにしにくいんですよね。ですがこちらのアパホテル&リゾートは、ホテル内にはプールや大浴場があり、リゾート要素のあるプレミアム水保という趣旨にきっと興味を持たれる方も多いと考え、今回は動画で取り上げることにしました。地下1階に大浴場とスパ、1階にフロント、カフェ、自動販売機、2階にレストラン、コンビニのファミマ、3階にテラスプールがあります。こちらはロビーですね。装飾はいつものアパホテルと同じ感じです。ロビーの反対側ですね。フロントにはいつもスタッフがいますが、チェックインは自動チェックイン機でアパチョコアプリの QR コードを読ませ、簡単に行うことができます。チェックアウトは11時まで。このチェックアウトポストにルームキーを入れるだけでチェックアウトは完了です。追加精算がある場合は受付で手続きが必要です。エレベーターホール、常時5機のエレベーターが稼働しています。チェックアウト時の混雑からエレベーター5機ではちょっと不十分に感じました。廊下は吹き抜けになっていて、吹き抜けの一番下はプールになっています。客室は15階の1529号室、32階建ての高層ホテルですので、だいたい中間ぐらいの高さですね。客室はスタンダードルーム、11平米の広さにベッド幅が 140cm の大きめのセミダブルベッドが1台、ベッドは高さがあり下に荷物を収納できるようになっています。
まあ普通のアパホテルとあまり変わらない感じですね。トイレと浴槽はユニットバスです。他のアパホテルと同じ感じですね。大浴場があるので浴槽はほぼ使うことはないと思います。吹き抜けの一番下の3階にはテラスプールがあります。利用可能時間は11時から20時です。プール利用は1時間1人1000円、夏期間のみの営業です。更衣室にはロッカーがあります。テラスへは無料で入場でき、休憩ができます。2階には24時間営業しているコンビニのファミリーマートがあり、大変便利です。こちらのアパホテルには大浴場があり、光明石温泉です。内部は大きめの内風呂が1つ、露天風呂が1つ、壺湯が1つでした。こちらも水温は高めで、長湯はちょっと厳しかったですね。浴室にセラピストが出向き、アロマエステを受けることができます。1時間あたり1万1000円で極上のアロマトリートメントをお楽しみいただけます。こちらは自販機コーナーですが、奥にはコインランドリーがあり、洗濯機が300円、乾燥機が30分100円でレンタルすることができます。アパホテルの利用が多いマッハさんですが、こちらのアパホテルはとにかくでかい、人が多い、部屋数も階数も多いので当たり前ですが、32階だとエレベーターがなかなか来ません。とにかく順番が回ってこない。特に景色もそこまでいいお部屋が取れる保証もないので、3階のお部屋にするのがおすすめかもしれませんね。プールテラスも見れますし、大浴場はやはりお湯が熱いと感じました。立地、アクセスがいいので、大阪観光の拠点にするには便利だと思います。ただし、USA 方面に行くには少し遠いかもしれませんね。お近くで滞在のご予定のある方はぜひ参考にお役立てください。最後までご視聴していただきありがとうございました。